皆さんこんにちは、大堀123でございます。今回もですね、アコギのすすめということで始めてまいりたいというふうに思いますけれどもね、手にしてからですね、いつかレビューをやろうと思ってずっと伸びていたですね、小物のレビューをやりたいと思うんですけれども、手に入れて1年ぐらい全く使ってなくてですね、ダダリオの弦なんですね。ハイストラムナッシビルチューニング用の弦でございまして、フォスファーブロンズですね、 EJ38H というやつなんですけれども、まあ、僕のメインはいつもエリクサーというメーカーの弦なんですけど、ここぞという時にこう使いたくなるのがダダリオなんですね。7、8年ぐらい前まではですね、ダダリオの6弦のアコースティックの弦を使ってたぐらいメインでやってたんですけれども、ダダリオっていうのは6弦のアコギ用の弦はもちろんラインナップしてるんだけども、いろんなギターに合わせたゲージを用意してるんですよね。アコースティックのアーチトップ用の弦もあったりとか、リゾネーターギター用の弦もあったりするんですけど、まあ、そんな中でですね、後でも説明しますけど、ナッシビルチューニングというものができる弦のセットもあるということで、まあナッシビルチューニングっていうのはメジャーなものではないにしてもですね、ダダリオはかゆいところに手が届くようなラインナップをしてくれるよなという嬉しさがあるんですけれども、早速中身をね見ていきたいというふうに思いますが、こういう袋に入ってまして、これを破れということなんだと思います。こんな感じで弦セット揃っております。ダダリオってね、すごく分かりやすくしてくれてましてね、1弦から6弦まで違うエンドボールの色なんですよ。一番太い弦がこれになるんですけど、フォスファーブロンズということで、まあ、こういう独特の色をしているということでございます。この残りの5つの弦ですかね、12弦の復弦に当たる部分がこういった形となっているので、プレーン弦ということになるわけでございます。今からこの弦をちょっと貼っていきたいというふうに思いますけれども、今回この弦を貼るギター何にしようかということなんですけど、動画でお見せするのはかなり久々だと思うんですけれども、高峰の TDP012 というやつです。これ2007年製だと思うんですけど、2007年の12月に手に入れたという記憶があるんですけれども、僕にとっては初めての高峰、初めてのエレアコでもありますかね。このように大きなボディが特徴で、艶消しサテン仕上げのサンバーストということでね、メインで使う機会もなかなか少なくなってしまったんですが、ナッシビルチューニング用でこのギターを最近使うことも増えましてね、さっきのナッシビルチューニングの弦セットをですね、貼りたいというふうに思うんでございます。さあ、ということでですね、弦ゲージをですね、貼りました。このように一番太い6弦はですね、巻き弦になっていて、それ以外はですね、プレーン弦になっているわけですね。こんな見た目になっているわけですね。普通の6弦の弦の張り方とは違うということがお分かりいただけるんじゃないかと思いますね。ナッシブルチューニングっていうのは何なのかっていうのを改めて説明するんですけど、せっかく弦張ったんでね、以前の動画でも言ったことあるんですけれども、12弦ギターの復弦に当たるチューニングなんですよね。この1弦と2弦っていうのは6弦のギターと同じチューニングなんですけど、3、4、5、6弦っていうのがちょっと違うんですよ。3、4、5、6弦っていうのは普通の6弦のギターの3、4、5、6弦よりも1オクターブ高い配列なんですよね。普通の6弦のアコギの弦の配列だとですね、1弦と2弦は同じですよね。で、この3、4、5、6が違うわけですよ。太くて低い音が出てますよね。全体でこう流して弾いてみると、ハイの音がすごい綺麗に出てる。だから普通の6弦のギターよりも全く違う音色になるってことは間違いないですね。ハープシコードみたいな、そういう印象を持ちますよね。普通にコードを押さえて G の音だとこういう音が出るし、 C の音だとこういう音が出る、 D の音だとこういう音が出る、 E の音だとこういう音が出る、 A の音だとという形で、普通の6弦とは違って本当に綺麗なハイの音が出てるってことがお分かりいただけると思います。普通の6弦のアコギだとこういう感じですよね。 G だとこういう音です。 C だとこういう音がして、 D だとこういう音がする、 E だとこういう音がして、 A だとこういう音がするということで、これは普通のアコギの音なんだけど、こういう太い音がするわけですよね。それと比べたら、今のこのね、ナッシビルチューニングのギターの音がいかに音が高いかっていうのがね、お分かりいただけたと思うんですけど、
ものすごい澄んだ広域の音が出てるということで、その音色をうまく生かしたようなその弾き方をするという必要があるとは思うんですけど、普通にストロークやってもこういうキレイな音が出る。軽くストロークやるのにもいいんですけど、ピックで一弦一弦弾いてみたりするともっといい。普通の指弾きでやるともっといいですね。って感じでね。1弦2弦以外のオクターブの高い弦がものを言ってる。このナッシュビルチューニングの肝っていうのはどこかって言ったら、一番高い3弦の音なんですよ。 G の一番高い音ね。高い音の弦が自然的に途中で弾かれるわけだから、全然聞こえ方が違う。ここでやっと本題ね。ダダリオのこのナッシュビル用の弦ゲージ、やっぱこう伸びやかな音がしますよね。テンション感は、ね、意外とあるんですよ。ダザリオのその弦のイメージっていうのは、どっちかというとこうゴツゴツとしたというかね、いい意味で荒い音がするっていうのが印象なんですけど、やっぱナッシブチューニング用ともなればですね、やっぱりこれだけきらびやかで伸びのある音がするっていうことなんですね。だからそういった意味じゃちょっとダザリオらしくない感じもするんですけど、綺麗な音が出てます。音に対するバラつき、例えば低音に寄りすぎるとか高音に寄りすぎるっていうことがなく、綺麗にバランスよく出てます。いろんな弾き方でこのダダリオの弦の音をですね、皆さんに聞いていただこうかなと思うので、ソニーのミュージックビデオレコーダーでですね、サウンドをですね撮りましたので、ぜひちょっと見てみてください。どうぞ。
ストロークでもアルペジオでもね、ハイトーンの澄んだ音というかね、聞こえたと思うんですけれども、強いピッキングはさすがに弦が細いからできないけども、しっとりとするような弾き方には絶対向いてますね。ナッシュビルチューニングっていうのは普通の6弦のアコギギターのチューニングよりはこうなかなか使う機会が少ないですから、単体でこれを弾くってなると難しいところですけども、普通の6弦のギターと合わせてこう弾くっていうところだったらなかなかいい使い方ができるわけですけれども、僕なんか特にやっぱりほらあのフォークとかね、そういったものを聴いてきた口だし、22歳の別れっていう石川貴彦さんという人が、弾いてるあのやっぱイメージがすごく強くて、需要の少ないと言われるナッシュビルチューニングにはどちらかというと僕はこう親しみを覚えてきた方だと思うんですけど、そういった意味でこのダダリオのナッシュビルチューニングのためのこう弦ゲージがあるっていうのは僕にとってはすごく嬉しいことなんですよね。演奏性はしっかりしてますし、サウンドもしっかり伸びがあるし、やっぱいいですね。ご機会がありましたら皆さん試してみるといいんじゃないかなと思います。ということで、また次回の動画でお会いしたいと思います。楽しんでいただけましたでしょうか。大堀123でございました。それではさようなら。